家の中では日本語を話せると,話せとで弟妹はブラジルで生まれたわけだからまあ弟妹はどうしてもポルトガル語でしゃべる傾向があったけどやっぱりその父はまあ洋服の仕立て屋だから四六時中家にいるわけですね。でポルトガル語でしゃべってるのを着ると怒られたりしてですね日本語で話せとだからまあ最初の頃はまあそれは別に抵抗なかったけどやっぱり。 その思春期になるとやっぱりそういうのに非常にこう、えー、抵抗を覚えてですね何だとブラジルやってきてねその、えー、日本語ばっかりしゃべってというでそれに子どもたちにそれを強制するというのはけしからんと思ったりしましたけど、まあ、今はですねやっぱりうそういうふうにして日本語を、えー、話すことを強制してくれなければ今日って日本語は話せることにならないわけで。 えー、まあそういう意味では親には感謝してますけどね。